オランダイチゴ族は、バラ科に分類される、喧嘩植物の族の一つ。一般的にイチゴとして知られている。オランダイチゴ族には、20以上の記載種、多くの雑種及び、栽培品種がある。商業的に育てられている最も一般的なイチゴは、フレジェリアア・アナナッサとして知られている交雑種のオランダイチゴの栽培品種である。 イチゴの味は栽培品種によって様々であり、極めて甘いものからより酸っぱいものまである。イチゴは重要な商業果物であり、世界のすべての温暖な地域で広く栽培されている。イチゴは植物学的なベリーではない。果実の果肉部は花卓であり、誤って種子と呼ばれることのある部位は痩せ果てである。学名のフレジェリアはコラテン語でノイチゴを意味する。 フレイグムに由来する。世界中には20を超える異なるオランダイチゴ族の種が存在する。多くのその他の種も提唱されてきたが、これらの一部は現在はアッシュとして認識されている。イチゴの分類の鍵は染色体の数の違いであると認識されている。すべての種には共通の7種類の染色体が存在する。しかし、これらの種は異なる倍数性を示す。 二体の染色体を持つ二倍体種もあれば、四倍体、六倍体、八倍体、十倍体も存在する。大まかな規則では、より多くの染色体を持つ種がより丈夫であり、より大きな果実をつけ、より大きな植物体となる傾向がある。フレジェリアドルティニアナ、エゾヘビイチゴフレジェリアニルジャーンシスの花鳥や、ガの多くの種がイチゴを餌とする。ありがとうございます。